はい、あやかしガシャですね。今回の動画は宝石ニャンが出てくるまでずっとこのガシャを回していきたいなと思います。まず一発目、元祖の方。ちなみにここの場所の宝石ニャンはまだ出てません。イノシシ。さて、赤、赤でも出るよ宝石ニャンは。あ、受験の刀。まあしょうがない、まず一発目なんでね。はい、じゃあ次はどうしようかな。新打ちと本家があるんですけど、じゃあ新打ちでいきます。新打ちで回そうかなと思います。今回でこれ2回目なんですけど、何回あやかしコイン回したら宝石には出てくれるんですかね。まあ最初の方にも言ったけど、宝石ニャンが出てこなかったらこの動画終わらないつもりなんで、いきなり出たらどうしよう。2回目で宝石ニャン、あ、金だ。あー、もうやだ、ずっとこれだよ。もうあの新打ちのね、妖怪ガシャ、ずっとこれが出てんですよ、3日連続。確かこの本家のあやかしコインはトパニャンが確か出てくるはず。あ、黒、あ、妖怪だこれは。あ、あれ、大ヤモリ、あ、そっかそっか、本家か、本家だねきっと。大ヤモリね、本家の大将と同じ、まあ色違いだから本家か。いいんじゃないですか、これは S ランクのレア妖怪。まあただね、さっきも言ったように宝石ニャンが出るまで回すと言ったんで、まだ回します。さて、この動画は宝石ニャンが出てこないと決して終われないんで、どんなに S ランクのレア妖怪が出てきても、さっき出てきたと思うんですけど、確か本家の方で、終わりません。赤、赤でも宝石ニャンは出る。あー、かゆかゆか、かゆかゆはそうだな、ちょっとダブってると思う多分。かゆかゆ、いや、ちょっとなかなか宝石には出てこないね。これ揃うの時間かかるな。よし、じゃあまた新打ちの方で回しましょうね。あやかしコイン超だね。回そう。今回の動画で回しているのがこれで5回目。S ランクのレア妖怪は確か出たんですけど、まだ宝石にはね、出てない。紫、紫でも確か出る。あー、猛戦王将。猛戦王将。確かでも持っていたような気がするな。発売から1週間経っているんですけど、まだ全然宝石にゃん、なんか揃う感じがちょっとしてこない。はい、じゃあ本家ですね。本家は確か、宝石にゃんのトパニャンね、トパニャンが出てくるはず。じゃあ回しましょう。何だったんだっけな。お、赤。あー、受験の杖。なあ、なかなか来ないな宝石にゃん。はい、じゃあ元祖のあやかしコインですね。まあなかなか宝石にゃん出てきてくんないんですけど、あ、ちなみにね、これ宝石にゃんじゃなくてあやかしコイン回すの、これで3日目です。今回の動画で3日目。さあ、あ、赤な。あー、先駆けの助持ってないけどさ。先駆けの助確か持ってなかったような気がする。あ、持ってなかったんだ。うん、なんかこの先駆けの助っていうのは装備品を確か2つつけることができた妖怪なんだよね。
そうそうなんだよ、これランダムバトルでたまに使ってる人いるんだよね。さてと、新打ちのあやかしコイン回そう。ダイヤニャンはゲットしたんですよ。ただあと2体、この新打ちのダンジョンのあやかしコインから出てくるはず。お、金、おお、やったー、エメラルニャン来たこれでようやく終わることができる。今回の動画は3日分の、あやかしコインを回しているんですけど、8回目でようやくエメラルニャンが出てきましたね。よかったー、エメラルニャン。うん、宝石ニャンはあと2体だね。はい、ということで、宝石ニャン出るまで回すというね、コンセプトだったんで、ここで終わってもいいんですけど、まだ本家の方で回すことができるんですよ、今日。なんで今日はですね、本家のあやかしコインを回して、それでおしまいにしようかなと思います。はい、じゃあ最後に本家のあやかしコインを回して終わりにしようかなと思ったんですけど、エメラルニャの召喚まだやってないんで、それやっておしまいにしましょうか。じゃあ、あやかしコイン、鹿。まあ、宝石ニャンちょっと来てくんないと思うけど、お、赤。あ、逆女王出るんだ。確かこいつはね、レジェンド妖怪の修羅駒を召喚するのに必要な妖怪だったんですけど、なぎさきの洞窟にいるんだけど、こいつゲットするのすごい大変なんですよ。レア妖怪だよね。逆女王。ということはさ、金のガシャドクロも含めて、レジェンド妖怪の召喚に必要なレア妖怪って全部揃うんじゃないか。逆女王もそうでしょ、アツガルルも出てくるし、いや、アツガルルどうだったんだっけ、発電神は出るん、あ、ちょっとわかんない。なんか適当なこと言っちゃった。あ、でも鬼ガシャとか、あと福ガシャも含めれば多分ね、レジェンド妖怪の召喚に必要な妖怪たちは、多分出てくるんじゃないかなと思うんだけど。おっしゃ、じゃあようやくね、エメラルニャンゲットできたんで、召喚しておしまいにしたいなと思います。あと僕が持っていない宝石ニャンは、ルビーニャンとサファイニャンか、あと2体。よし、じゃあ召喚しよう。違う、間違えた間違えた、これじゃない。召喚、召喚、あった。どれだどれだ、これか、いた、エメラルニャン。ブリッジ召喚、ブリッジ、ブリッジ、友達フックワウジ、エメラルニャン、エメラルニャン、ようやくだ前作の妖怪ウォッチでは僕ね、宝石ニャンたち1匹もゲットできなかったんで、嬉しいですね。うん、能力的にはみんな同じなのかな、他の宝石ニャンたちと。多分、うん、エメラルニャン、うん、よくわかんないね、レベル1だからステータスがよくわかんないわ。やっぱ必殺技はさばやかグリーン肉球、これなんだね。あ、極楽の術を使うことができるんだ。さ、エメラルニャン、あ、これは結構ね、役に立つかな。トパニャンとかダイヤニャンたちはどんな感じなんだろう。ん、ダイヤニャン、あ、ダイヤニャンはなぜか吹雪の術なんだよねよくわかんないけど。はい、じゃあね、最後必殺技ちょっと確認しようかな。ちょっとレベル1だからね、ちょっとやられてしまうかもしれないんだけど、これで、うん、うん、じゃあね、エメラルニャン、レベル1の必殺技だからね、全然ダメージ入らないと思うけど、うん、もうここら辺はあれだね、宝石ニャンの必殺技はみんな一緒なんですね。はい、ということで今回はですね、
3日間あやかしコイン回しましたけど、全部で9回回してエメラルニャンが1体出てきてくれました。ということでここで終わりたいなと思います。はい、あ、その前にですね、そうだ、発売から1週間経って毎日あやかしコインを回していたんですけど、で宝石ニャンに関してはね、ダイヤニャン、トパニャン、エメラルニャンのこの3体が出ているんで、全部で何回回してんだ、21回中宝石ニャンが3体出ているから7分の1の確率で今のところ宝石ニャンが出てる感じですね。ということで終わりたいなと思います。